バタモン山下のアイドルマスターミリオンライブスキヤコラボのあれを開封してみた動画、イエーイ、よいしょー、よいしょー。というわけでですね、本日はアイドルマスターミリオンライブのスキヤコラボの500円以上買うごとにもらえるトレーディングカードというか、まああれですね、ブロマイドを今12枚集めましたので、はい、12連ガチャをしてみたいと思います。いいですね、気になるところですよ。これが全今のところ6種ですか。そうですね、まあ、前半のこれコラボ2期に分かれてまして、前半と後半でキャラが違うんですけれども、はい、前半の方でございます、はい、こちらは。いや、好きなキャラが入ってるといいですね。はい、ミキミキが入ってるといいと思いま す, です、ね、それ早速参りましょう。じゃあまず1枚目から。はい、いや、こういうパッケージってドキドキしますよね。おやおやおや、そう、やよい、いいね、最先ですね、やよいですね、まず。うん、行きましょうか、どんどん開けていきましょうね。スキヤの、はい、こういう感じなんですね。弥生がなんかね、飯食ってるのだけ見てね。いや、素敵、弥生が飯食ってるだけで素敵だわ。弥生飯食えたって思いますよね。はい、次、社長肉だもんな。はい、はい、続いてこっち、はい、静香さん。はい、静香さん、これ中心人物ですね、アイドルマスターミリオンライブの。おお、はい、はい、いいですよ、ここまでダブリなし、ダブリなし、完璧な引き。いやー、来ますよ、続きまして、おっと、レレレー、さあこちらがつむぎさん。つむぎさん、こちらですね、ミリオンライブのミリオンステージで追加されたミリオン、うん、あれですね、新キャラクターですね。ほー、はい、こちらが、わー、素敵だね。うん、みんな牛丼が綺麗だね。ミリオンシアターちゃんと持ってんだね。はい、いいよいいよ、ここまでノーミスですよ。はい、かぶりなし、まして、はい、あー、まさかまさかまさか、弥生、弥生かぶりましたね。まあでも弥生がね、飯食えてるだけで嬉しいですからね。そうね、我々としては弥生は飯を食えないからね、基本的に。本当よ、うん、肉食ってるだけで素敵よ。そう、確かに、もやしじゃないんだから、牛が釣れてるね。いや、もやしじゃないですからね、今回は。さあ、続きまして、はい、来た、お、高根さん。あ、来ました、高根さ ん, 根さん、ちゃんと大盛り、特盛りです。あ、ほんとだ、すごい、メガ盛りかな、もしかして。めっちゃメガ盛りですね、きっと。肉盛り、わー、すごい、いや、すげえな、さすが高根さんですね。高根さん、いいですね、箸の持ち方も上品ですな、最近始まったあのソシャゲの方でも一人だけラーメン大盛りを食べているという謎のムーブが投入されてます、実装されてます。あ、そうなんだ、すごい。続きまして、はい、はい、来ました、つむぎさん、2枚目、はい、いいですね、つむぎさん、素敵ですな、はい、一人ぐらいね、牛丼違うんですよね、実は。そうだね、持ってメニューがね、これはオクラ牛丼ですかね、多分。そうだね、カツ丼、こちら3種のチーズ牛丼、あ、違う、ね、これデザートみたいなの持ってるね。そうですね、これはなんだろう、プリンかなんかかな、プリンっぽいのね、はい、はい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 、さあ、つむぎさんです。おー、ちょっとここでつむぎさんはね、増えてきましたね。3人ですね、6分の4までは来てますからね、6種のうちに前半6種、欲しいな、はい、あと2種類がちゃんと来てくれるといいんですけどね。12連ガチャですから ね、続きまして、はい、来ました、お、高根さん。あ、高根さん2枚目ですね、高根さん頑張りましたね、まあ、高根さんは何枚あってもね、高根さんいいもんですからな、ね、さあ、続きまいりましょう。続きましてが、はい、これ9枚目ですかね、お、弥生ち、あ、弥生3枚目、はい、元気いっぱい。これね、ちょっと思ったんですけど、はいはい、色的にもしかして、うん、トンドンなんじゃないかっていう。おー、豚の可能性あります、弥生だけ、うん、だって高根さんの牛丼と色違うじゃないですか。確かに濃いね、弥生だけあって豚かもしんない、もしかしたら。確かに、ゲー細かいですね、弥生にはどうやってもゲーは食わせないぞっていう。でももう米食ってるだけでも目がキラキラしてる。お、来た、お、出ました、春日未来さん、出ました、アイドルマスターミヤトンミリオンライブのセンター、はい、山崎遥さん CV、素晴らしい、持ってる牛丼、これノーマル牛丼、これはノーマル牛丼ですね、おそらくは。あー、かわいらしい、あと1種類ですよ、はい、これナムコプロミスがもう1人来れば完璧ですね、きっと。そうですね、と言ってる時に来ました、お、弥生ち、弥生、弥生4枚目、まあもう弥生はね、何枚あっても本当にいいと思ってますね、何枚か数えてみましょうか、はい、これ1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、ラストは、あれ、ラストだ。ちなみになんですけど、はいはいはい、僕今回前半のコラボで一番ミキミキが来てほしかったんです、うん、ミキミキだけが来てないね。ミキミキ絶妙にミキミキだけ来てねえな、はい、ミキミキコスしてんだけどな最近。
さあ、じゃあ注目のしたら来るっつったの嘘だったのかな。あ、そうね、そのガチャの都市伝説聞いたことあるな。あ、これ色がやばい。一回山田さん見ないで手のひらバンと出してみる。高根さんおめでとうございます。高根さんでした。はい、12連の結果、弥生が4枚、そして、静香さんが1枚、紬さんが3枚、はい、未来が1枚、はい、高根さんが3枚、はい、ミキはコズ、コズ。いや、ミキミキコスしてもね、なかなか来ませんでしたね。いや、コスしたら来るっていうのは嘘でしたね。山下さんどうでしたか、こちらの12年の結果。まあでも弥生市がお腹いっぱい豚丼食べられてるの見れて僕は幸せでございます、ね、前半コラボまだありますんで、ミキが来るまで腹が裂けるまで牛丼食べたいと思います。それではすき家までちょっと行きましょうか。またすき家まで行ってきますね。はい。